どうもこんにちは、ミルカチャンネルのルカです。今回はあのニョロニョロを釣っていきます。そのニョロニョロは後ほど紹介しますので、ぜひお楽しみ。ここはね、海というより汽水域というところで、そのニョロニョロがいる場所です。で、今日の餌はじゃじゃん、カメジャコ。カメジャコとこれ、アケミガイ。アケミガイを使ってニョロニョロを釣っていきます。では早速ぶっ込んでいきます。カメジャコですか。はい、息がいいっすね。サンガ、ルカドルテニアサンガ、やばいくらい元気。通ってくれ、頼む。 OK、 通って、そこからうん、そこからこうして、こうして、こう、OK、 OK、 これ OK だね。できました。これも投げていきました。もういいか、これ重りつけてください。はい、どれくらい取るもん、うんうん、これ回していいかな。起きとるよね。いいよ。おお、合わせいいかな、これ。おお、おお、うわ、切れた。えいだ、今のは。いや、完璧、えい。おお、エイだったか。エイだったな、多分。カメジャコ切れちゃったか。買い切れちゃった。まあ、しょうがないね。しょうがない、しょうがない。レッツファンタジー。来てるよ、絶対当たり目あれ。うなぎ、うなぎだ。ちっちゃうなぎだ。ちっちゃいけど、うなぎ。やったやったやった。おーナイス、ナイス、ナイス。おーナギ、やった、おめでとう。一発目、おめでとう。おるね、おるね。よしよしよし。あー、これはリリースでーす。頑張るぞ、頑張るぞ。仕掛けはこの、この仕掛けとこのスパイクおもり、スパイクおもりの25号うなぎ針に発光玉、発光玉を1個つけて、餌はアケミガイ、アケミガイをつけてうなぎを狙っていきます。アケミガイ、このヒラみたいなところ、この硬いところに一回つけて、でお腹のこの内臓とかあるところにつけて、つけて、でこの硬い水管、水管のところで止めると。これで水管を最後につけておくと餌が取れなくなります。これで OK です。釣れる匂いしかしないですね。うん、もう釣れる匂い。手をかきます。くれ。いや、なんかエイっぽくないんだけど。これ何？合わせてみるよ。これあれじゃない、カメジャコ。いや、待て、ドラグが、ドラグが緩みすぎ。お、来た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 。あ、あ、あれ、いや、来てる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 。これウナギじゃない、ウナギじゃない。いや、なんか違うよ、他の引きと。おお、引いてる引いてる引いてる、すごい引いてる。来てる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 。いや、これはいいじゃないやだな。思ってこれるもんね。
しかもうなぎだうなぎだうなぎだ。しかもでかい。でっけえ。おしっこいった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 。でっけえ。やばいやばいやばい。持って帰れるよ。すげえ。でかいでかいでかい。でっけえ。やった。すごい。でも結構太いよね。結構太い。やった。やったぜ。めっちゃ足震えてる。ガクガクする。ガクガクする。やばいやばい。チャンネル登録よろしくね。今日の楽しい釣りもここで終わりました。うなぎ釣り釣れたのはこの特大うなぎ1匹。エイが来た直後ぐらいに来たから、もうこれは釣りの神様が恵んでくれた。やった。じゃあこのうなぎをお家に帰って、だから泥抜きしてさばきます。1日目の泥抜きしとったら、うなぎがあの餌のアケミ貝を吐いています。すごいね。うなぎ泥抜き2日目。綺麗な方に入ったね。綺麗な方に入ったね。古い方は、古い方はこっち。あ、やっぱちょっと気持ち入ってるね。気持ち入ってる、これとかね。うん、そうだね。うん、3日目の朝、はい、このうなぎちゃんをね、うん、移動させます。よいしょ、こっちのバッテリーね、うん。オッケー、よし、オッケー。じゃあこれでちょっと水を足して、うん、で泥抜き、うん、でも大事さ、匂いないよね。やっぱあんまり匂いない。でこっちでさ、見て、こっちまで出てる、見て、ぬめりが取れた。あ、ぬめりが、あ、そうなんだ。これぬめり。泥抜き4日目、今日でラストだね。こっちはなんか結構ちょっとある、ちょっとあるよ。あるんだな。今日さばくから、さばくから今からここに氷入れてきますね。うん、 1.1キロ、 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 1.1キロ、うなぎと同じぐらいだね。それは同じ。 1.1キロ、 氷を入れてうなぎを氷足状態、足状態にしましょう。ちょっと大きい、ちょっと大きい。悲しいです。ほら、うなぎも落ちた。あ、ばい、ちょっと泳いでる。ちょっとね、わらわら、これですごい強くなるね。これでっかいの。いやそのまま入れちゃって。はい、はい、じゃあここで多分30分ぐらいかかると思うから、はい、まあ、あとこのうなぎ長さは58センチありました。結構でかいね。大きいね。うん、じゃあ今からこのうなぎをさばいていきまーす。オッケー。では今から目打ちします。変わったでしょ、うん、で、これほら、これぬめり、すごいぬめり、あ、身がピクピクしてる。まだ生きとる。うん、硬いね。うなぎは皮が分厚いね。分厚い。とにかく普通の魚さばくより大変、何十倍も大変だね。さば、ね、くのもさ、死んでるわけじゃないからさ、うん、もうさばきながらふにゃふにゃ動くしね、うん、よし、皮から焼いていきます。皮から焼いていきます。はい、じゃあこうタレで塗っていきますね。こんな感じで OK？ うわー、すごい、匂いがいいね。これを今1回目、今から今タレつけて1回目だから、あと2回ぐらいは繰り返す。はい、はい、行こう。
しょ。オッケー。うなぎのかば焼きが完成しました。イエーイ。美味しそう。もう匂いがすごいもん。めっちゃ美味しそう。ね。うん。じゃあこれいただきます。はい。これね。うまそう。身が柔らかい。うわ柔らかいね。柔らかいっすわ。じゃあこれいただきます。はい。うわ。もうその顔が物語ってるじゃないですか。めっちゃくちゃうまい。本当に？めちゃくちゃうまい。でも、うん、やっぱり泥抜き4日間しても、うん、やっぱりちょっと泥臭さはちょっとありますわ。うん、あるんだ、うん。残ってるんだ。残ってる。でもね、うん、めちゃくちゃうまい。天然ってだけあるわ。天然うなぎ。めちゃくちゃうまい。自分で釣って、自分でさばいて、うん、自分で調理してだもんね。うん、もう一回うなぎ釣り行って、うん、うなぎ釣って、もっとね、うまくさばきたいな、ミノさん。はい。もう一回行こうね。当たり前や。ああ、そうだね。ミノさんも一口ちょうだいよ。いや、ミノさんの分、違う違う。これな。あるの？あるの？あるの？これな。あるの？てってて。これな。これな。これ。うなぎが小さいのかご飯が大きいのかこれ絶対釣ってやる。自分の分は自分で釣る。そうだよ。ではこのかば焼き美味しくいただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバーイ。